1分生物解説、揚力大変。こたつの中からこんにちは。どうも夏です。今回は揚力体について解説していきます。知っての通り揚力体は、光合成を行う器官ですね。揚力体には必ず、クロロフィル A と、ベータカロテンが含まれていて、緑色植物の揚力体には、クロロフィル B が含まれているため緑色になるそうです。実はクロロフィル A とクロロフィル B の割合はとても重要な役割を持っています。その役割とは、光合成の効率を決めるということです。普通の葉は、クロロフィル A とクロロフィル B の割合が3対1ぐらいらしいです。最後に葉緑体が緑である理由について。その理由は、晴れの日の緑色の光は強すぎるから、だそうです。ということで今回はここまで。実は緑色というのは植物に避けられていた色なんですね。それでは、バイ。